その、先日、その、パリの、あの、プランタンっていう、デパートのあたりから、その、あの、始めて、ルーブルまで行くよっていうので、こう、外配信をしてて、で、まあ、20分くらいで歩いて、その、オペラ座とか行って、ルーブルまで行って、ついでなんで、あの、セーヌ川まで行ったんですよ。で、セーヌ川近辺って、パリのルール上、マスクつけなきゃいけないエリアなんですよ。で、つけてないと135ユーロの罰金で、だいたい1万5千円くらい罰金取られると。で、その橋の真ん中に自転車乗ってる人がマスクつけてない人がいたのね。で、僕その喋りながら携帯持ってたから、なんか映してるんだろうなって思われたと思うんですよね。で、その人が顔を隠したのよ。で、まあ後で見たら映ってなかったからよかったんだけど、映らないように僕もずらしたんだけど、彼は映ってるんだと思って、チャイルゴーって言ったのね。まあ、文法的にはおかしいんだけど、要は、その、早く行ってくれと、映さないでくれと、映っちゃうと、その時点で135ユーロの罰金の証拠になっちゃうから。で、その、それに対して、僕がスペアシノワって言ったのよ。要は、その僕がペラペラ喋ってる日本語が、多分彼は中国語なんじゃないかと思って、中国語じゃないよってスペアシノワって言ったっていう話なのね。で、これがなぜか僕が差別されたっていう話になってるのよ。だから不思議だなぁと思って、不思議みたいな。要は、その撮影をしてほしくないから映さないでくれっていうジェスチャーをした後に、その早く行ってくれっていう人がいて、中国語じゃないよって言った話で、僕トラブルだと思ってないんだけど、それをみんななんか人種差別って思うんだと思って、で、僕人種差別に会ったことがないって話をちょこちょこしたことがあると思うんだけど、要はその僕がハゲてたらハゲって言われてたと思うのね。早く行けよハゲとか、早く行けよデブとかっていう感じで、その要は何か嫌なことをされた時に悪口を言う。彼は映されたくなかったのに映してるから、映すなって意味で悪口で、まあ中国人どっか行けだから、悪口でもないんだけどさ、要は何人ってだけだから。で、僕それ差別だと思わないんだけど、なんかそれを人種差別って書く人がいてさ、あ、これを人種差別って理解するんだっていう、結構不思議だったんだよね。不思議。はい。本当の差別って、僕が日本人っていうので他の人と扱いが違う場合だよね。じゃあレストラン行きました、お断りです、満席です、空いてるじゃんみたいな。で、その後に白人の人が来て、どうぞって通されたとしたら、それはその人種によって対応を変えたから差別だよねっていうのを、僕は人種差別だと思うのね。別になんかそのカメラに映されたら嫌だ、外人早くあっち行けよって意味で中国人だと思って中国人って言ったって、コミュニケーションだと思うんだよね。そんな難しい話してます。え、これが東京なんだっけ、アクセスだか未来検索アルゼンチンだか東京アクセスか東京プラスですね。がこれ、このマンション建物が事務所兼みたいな、そんな感じ。へえ、君詳しいね。ストーカーひろゆきさんの今調べれば何でも出てきますから、ね、怖いですね、はい。じゃあ行きましょう。はい、私 YouTube で録画放送っていうのをやってるんですけども、これから週に1回1時間、皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。メンバーシップ友達契約は月々490円です。税込みです。いってらっしゃい。